武志君。委員長。おはようございます。立憲民主党の品武志です。本日は貴重な質問の時間を与えていただきましてありがとうございます。今財務大臣からお話があった件についてまず最初にお尋ねします。今日の説明によりますと、文科大臣、法務大臣、国交大臣、それぞれについてですね、各省でなぜそのような各目明細書の誤りが起きたのか、その原因の説明と、そしてこのことに対する国民に対する真摯なお詫びの言葉、これをいただきたいんですが、順次お願いします。文科大臣から。はい、文科大臣末松信介君。失礼いたします。この度予算案審議の資料として配布させていただいております令和4年度文部科学省所管一般会計歳出予算各目明細書につきまして、その表題のお答え記載漏れが1箇所ございました。原因は確認作業が徹底されていなかったことによるものでございます。一般勘定という文字4文字が抜けておりました。独法法人には特別な勘定がありますので、分けなきゃいけませんので、そのことが漏れていたということでございます。文部科学大臣として心よりお詫びを申し上げます。今後決して同様のことが起こらないように再発防止に全力で取り組んでまいります。次に法務大臣古川良久君。法務省におきまして一般会計歳出予算各目明細書を改めて確認をいたしましたところ、1箇所組織公安調査庁目公共施設等維持管理運営費の積載内訳の参考国際法務総合センター維持管理運営業務を記載した部分におきまして、令和3年度以前支出額を本来2億3040万3000円と記載すべきところを2億3043万円と27,000円多い金額を記載していたことが判明をいたしました。これは該当箇所の作成にあたりまして誤った数値をシステムに手入力をしてしまったものでございます。これは令和4年度予算要求額の合計に誤りがなかったこと、また該当箇所について複数担当者での突合による適切な確認作業ができていなかったことにより数字の誤りに気づくことができなかった、そのためにこういう誤りが発生したということでございました。これは入力した職員および確認した職員の緊張感が欠けていたことによるものと言わざるを得ません。今後はですね、マニュアルを改定したりチェック体制を強化したり、あるいは幹部職員から一般職員に至るまで意識づけを強化するといったこの再発防止策を講じまして、決して同様のことが起こらないよう再発防止に全力で取り組んでまいりたいと思っております。いやしくも国会に提出をする文書におきましてですね、このような誤りがありましたことは大変申し訳なく、また恥ずかしいことだというふうに思っております。再発防止に全力を挙げたいと思っております。お詫びを申し上げます。国土交通大臣斉藤鉄夫君。この度予算案審議の資料として配布させていただいております令和4年度国土交通省所管一般会計歳出予算各目明細書につきまして、改めて確認を行ったところ、その積算内内訳に2項目の記載誤りが判明いたしました。誤りの原因は、手入力による作業で記載漏れがあったこと、さらにはその確認作業が不十分であったことなどです。予算の国会審議に関わる文書におきまして、このような誤りを生じさせましたことは、極めて遺憾でございます。国土交通大臣としても、心よりお詫びを申し上げます。
組織の規律をしっかりして、今後決して同様なことが起こらないよう再発防止に全力で取り組んでまいります。品武志君、はい、今三大臣から、説明とお詫びの言葉がありました。国交省から金額の説明はなかったんですが、国交省はかなり金額も大きかったと思います。他の2つの役所もですね、金額に影響がなかったり軽微なものであったりするわけですけれども、国民の皆さんにとってはこの問題の重要性がピンとこない面もあるかもしれません。しかしですね、この予算審議というのは国民の大切な税金をですね、1円たりとも無駄にしないで、そしてしっかりその使い道を精査する場です。過去にですね、こうした事例があったのか平成以降調べました。こうした事例を調べたところですね、今までは平成の全期間を通じて、都合 6個の役所、そして国会の単位でいうと5回しかなかった、こういうことであります。それが今回一つの国会で一気に4つですよ。これどういうことなんでしょうか。役所の姿勢がもうどんどんたがが緩んでるとしか思えないわけです。特に国交省においてはつい最近統計不正のことが問題になったばかりです。統計不正を踏まえてですね、最新の注意を払ってこの予算書は作らなくてはいけないはずなのに、ここでも数字の誤りが出てる。そして今日総理にお尋ねしますけれども、朝日新聞の報道によりますと、例の建設中統計で推計すれば4兆円ぐらい総理が改善されたといった令和2年以降もですね、4兆円もの上振れがあったんではないかというふうに言われております。4兆円全体で80兆円ぐらいの年間の受注額の中でですね、4兆円 5% ぐらいも上振れしている。これは統計の信用性に大きな影響を与えるわけです。総理は多分ご自身で答弁を考えられたわけではないと思いますけれども、私が12月にこの場で質問したときにですね、令和2年1月以降はもう改善しているというふうにおっしゃってました。しかし実態はこのとおり、改善したとは言ってもですね、今までは調査票を後から出した分について全部出された月に上乗せして集計してた。それを改善したとはいえですね、前月分についてはまた上乗せをしてたわけです。前月分の上乗せだけ足し合わせていくと本来の数字よりも4兆円も増えている。こういうことで改善したと言えるんでしょうか。総理、前回の私の質問に対する答弁を撤回していただいて、そしてこの国交省のこの統計問題について、これほど数字が違いが出るとですね、やはり予算の収入に関する算定根拠である GDP、これにも影響が大いに及んでいる可能性があります。前回も申し上げましたけれども、この GDP の再算定、これが必要だと思います。この件について総理の答弁を求めます。まず国土交通大臣から答えてください。まず国土交通大臣からお答えさせていただきます。臨時国会における総理の答弁でございますけれども、建設工事受注動態統計調査に関し、平成25年4月から生じた二重計上については、検証委員会報告書においても、令和2年1月分から下月分を除外した上で、新たな推計方法で再計算されたとされております。令和2年につきましては新たな推計方法、つまり下月分を合算しない方法で、計算された。で、総理の答弁はそれを前提にした答弁で、ございます。しかしながら、その改善された手法でやったとしても、これは後から分かったことですけれども、検証委員会において、一部の
県においてまだ合算したものが提出されてたと、まあ、そういう影響はまだ残っているので、そこは修正しなくてはいけませんけれども、総理の答弁におきましてはその時点で、新しい可決版を除外した新たな推計方法で再計されたものであるということは検証委員会でもきちっとそのように認定されているところでございまして、総理の答弁が誤っていたということではございません。内閣総理大臣岸田文雄君。はい、まずこの資料の誤ち、総務省に加えてまた3省の資料でに誤ちがあったということ、このことにつきましては大変遺憾なことであり、改めて重ねてお詫びを申し上げなければならないと考えております。そしてこうしたこと、気の緩みであるというご指摘、これは当然のことであり、改めて各省庁に対して気を引き締め再発防止に努めるよう指示を出したところであります。そしてその上で今ご質問の私の発言についてでありますが、私の発言は今国交大臣からも補足はしていただきましたが、令和2年1月分からは新たな方法に基づく数字で公表をしていた、この点を指摘をして改善をされたと発言をしたわけですが、この点についてはこの今回のこの第三者によるこの報告書の中においても同様に令和2年1月分から可決分にを除外した上で新たな推計方法で再計算されたと記載されており、同様の事実が指摘をされているわけです。しかしその後今回の報告書においてさらなる複数の不適切な処理がされていたこと、そして問題発覚後に国土交通省内部で不適切な事後対応が問題であったこと、こういったことが明らかになった、これが事実の経緯でありました。そして今委員の方から報道された大きなこの数字のこの違いが疑われるということについてでありますが、この報道をもちろん承知をしておりますが、複数の専門家が助言をされ、そして計算をしたということでありますが、推計方法等が明らかでありませんので、その数字について直接申し上げることは控えたいと思いますが、この二重計上におけるこの国土その影響ということについては、国土交通省が立ち上げたこの統計の専門家による検討委員会において過去の統計の訴求改定、要はこの数字の復元、こういったことについて検討を進めるとされています。ぜひこの作業によって過去の数字がどうであったのか、この訴求改定復元をしっかり行った上でこの説明をさせていただくことが重要であると考えております。その作業を急がせたいと考えます。岸田武史君。今の総理の答弁はですね、前回の私の質問の時点で総理が認識していた情報のもとでは改善したということは間違いでなかったということだと思うんですが、ただ他方でですね、国交省の方はどういう事実を認識していたかというと、総理が改善されたというふうにおっしゃった令和2年1月以降もですね、二重計上は前月分については続いてた、それからもう一つは、今、総理も触れられたようにですね、1月以降はですね、各都道府県にも、二重計上のようなことはしないように、合算はしないようにということは指示したんですけど、徹底されてなかった、徹底されなかった結果、
そのことによって水増しというのも生じていると、これは総理が当時知らなかったことだと思います。で、こうしたことがですね、役所は知ってるのに、ちゃんと伝えない、これも隠蔽体質の表れだと思うんですよ。この後も取り上げますけれども、こうした隠蔽体質は、今回の国交省の問題が最初ではありません。もう森友問題に始まって、私が法務委員会で取り上げた入管の問題もそうです。隠蔽問題がどうしてこんなに続いていくのか、これをですね、私たちはしっかり正していかなくちゃいけないと思ってます。これ、後半で取り上げます。まず質問の順番に沿って、今日は最近はウクライナの問題など、国際情勢も気になりますけれども、国政の大きな問題である物価についてお尋ねしていきたいと思います。まずですね、ちょっと前までは、物価はマイナスという状況が続いてたんですけれども、ここに来て物価が上がってます。21日に総務省が発表した12月の消費者物価指数、生鮮食品を除くコア指数というものでは、4ヶ月連続の上昇で 0.5% プラスになってます。特に灯油代は前年同月比で 36% も上昇してます。ガソリンは 22%、電気は 13%、生鮮食品を除く食料品や日用品など、生活必需品もじわじわと値上がりしてます。私の地元である岩手を回ってますと、今年は冬の寒さが厳しく、しかもコロナ禍で換気もしないといけないということで、例年より暖房に必要なエネルギーの消費量が増えてます。そこで余計に値上がりと消費量の増大によって出費がかさむという声を耳にします。中小企業においては、原材料の仕入れ価格の値上げも顕著になってます。パネルの1番目をご覧になってください。これは左側は生産者段階の物価動向、今申し上げました仕入れに関わる部分です。そして右側が消費者物価の動向。対してみますと、日本が青いライン、アメリカが赤いライン、ユーロ圏、ヨーロッパが緑の点線です。日本はアメリカやヨーロッパほどではないんですけれども、左側の生産者段階の物価動向、大きく上がって、直近では 8% から 9% ぐらい、他方で右側の消費者物価の方は、さっき言った通り、上がったとは言ってもまだ 0.5% ぐらい、そこで何を言いたいかというと、仕入れ価格が消費者物価、すなわち小売価格に十分に反映されなくて、中小企業の利益が細っていくような、そういう状況になってます。ということは、当然、従業員の賃金も上げにくくなってきます。パネルの2をご覧になってください。これは、名目の賃金から物価上昇分を差し引いた実質賃金、これがブルーの折れ線です。それとさっきの消費者物価と比較してみたものですけれども、ここに来て、名目の賃金から物価上昇を差し引いた実質賃金はマイナスになってきました。以上を踏まえて、総理に質問したいと思います。よく物価上昇には2種類あると言われています。一つは良い物価上昇。物価の上昇によって、企業の収益が改善して、労働者の賃金が上昇して、個人消費が活発化して、需要が増大する。これが良い物価上昇です。もう一つは悪い物価上昇。今申し上げた賃金の増加や需要の拡大を伴わないような単なる物価の上昇です。現在起きている日本の物価上昇は、私は悪い物価上昇だと思いますが、総理のお考えをお聞かせください。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、いい悪い。ということについて、どこで線を引くかということは難しいかとは思いますが、委員おっしゃるように、まず今回のこの物価上昇は、原油をはじめとするこの世界的な原材料費の高騰、ガソリンやエネルギーの価格高騰、
こうしたものを背景としたものであると思います。ただ、資料でご指摘になったように、そうしたこの原材料費の高騰が価格転嫁できない、こういった現実がある、こういったことだと思います。やはりこうした物価高騰に対しては、そうしたものがしっかり価格転嫁が行われ、そして賃金の引き上げが行われ、そしてそれが消費につながって、そして次の経済成長につながる、こうした好循環の中で物価が上がるというのが好ましい状況だと私も理解をいたします。そうしたこの賃金引き上げと価格転嫁、そして賃金引き上げ、これはこうした今現実の物価高騰を前にして、一刻も早く政治の責任としてこの政策の中で実現していくよう努力をしていかなければいけない、こうしたことを改めて感じるところであります。篠武君。明言を避けられましたけれども、輸入物価が上がっているということはお認めになったと思います。でその上で日銀総裁にお尋ねしますけれども、輸入物価が上がっているのはもともとの値段が上がっていることプラスですね、円安が進むことによっても輸入物価が上がります。そこで今の異次元金融緩和を続けていくとですね、どういうことになるかということなんですが、先ほど見たとおり物価の上昇が進んでいるアメリカやヨーロッパでは物価を抑えるために金融を引き締める、つまり金利を引き上げる動きが出てきています。つまり内外で金利差が拡大していく、そんな状況です。そうするとですね、金利が低い円から運用上有利なドルなどの外貨にお金が流れて円安が加速しかねません。するとますます輸入に頼るエネルギーや原材料が値上がりして、私から言わせると悪い物価上昇が進む懸念があると思います。今の異次元の金融緩和継続してですね、この悪い物価上昇を阻止できるのかどうか、日銀総裁にお尋ねします。日本銀行総裁黒田東彦参考人。委員ご指摘のとおりですね、我が国の生鮮食品を除く消費者物価の前年比は足元でプラス 0.5% になっております。このような最近の物価上昇の背景には、我が国経済の持ち直しに伴うマクロ的な需給バランスの改善に加えて、これも委員ご指摘のとおりですね、国際的な資源価格の上昇やその販売価格への転嫁も影響しているのは事実でございます。なお現在の消費者物価への影響について見ますと、国際商品市況の影響というのが円安といった為替の影響よりもはるかに大きいという結果になっています。これは一面でですね、為替の場合は異常な円高とか円安というのは非常に好ましくないんですけれども、ファンダメンタルズは反映した範囲内で安定的に推移している限りですね、その下で若干円安になってもですね、それ自体としてはむしろ経済にプラスに働くということが見られておりまして、足元ですね、異常な円安になってそれが輸入物価を大きく引き上げるということにはなっておりません。むしろ私どもが今注目しておりますのは、やはり国際商品市況、特にエネルギー価格がかなり上昇しているということであります。でその下で、これまたご指摘のとおりですね、PPI は非常に大きく上がっているわけですけれども、 CPI が 0.5% しか上がってないということは、逆に言いますと企業はですね、海外への輸出価格とかですね、企業間の価格は上げてるんですけども、対消費者の消費者物価については価格転嫁をかなり抑制しているということであります。でそのことが、これも委員ご指摘のとおり、中小企業、特にサービス関係の中小企業が
仕入れ価格などの、エネルギーを中心としたものの価格の上昇を販売価格に転嫁できてないということでありますので、その点は確かにですね、中小企業、特にサービス産業の中小企業においてですね、収益にマイナスに働いていると。でこれは私ども非常に警戒しつつですね、その状況を見ております。これはさらにコロナ禍の下で、サービス、対面型サービスが非常に大きな影響を受けています。もちろん政府が大規模なですね、支援をしておりますけれども、それでもですね、対面型サービス、そこにおける中小企業が大きな影響を受けていることは事実でございますので、この点については非常に警戒をしております。ただ一方で、その総理も言われたように、経済が拡大し、物価も賃金も企業収益が増加する中で上がっていくという形で、好循環が起こるということが一番重要でございますので、日本銀行としては引き続きですね、金融緩和を続けて、景気の回復、そして企業収益の回復、それが賃金の上昇につながり、その下で消費者物価が徐々に上がっていくという形を目指しているということは事実でございます。ただご指摘の中小企業の影響、それから賃金が上がる前に物価が大きく上がっていくということに対する警戒、それは引き続き続けておりますので、そういったことをよく睨みながら現在の金融緩和を継続していく必要があるというふうに思っております。委員長、品武史君。今長々と述べられましたけれども、円安は、そんなに悪い影響は与えないということを言ってましたが、今の話を聞いてるんじゃないです。この先金利差が拡大すれば円安が進んで悪い影響が あるんじゃないかということを言いました。それから金融緩和を続けることによって悪い物価上昇を良い物価上昇に変えていくんだというような趣旨のことも言われましたけれども、実際ですね、黒田総裁が9年前にですね、着任して何を言ったかというと、2年間でその良い物価上昇を、物価安定目標 2% 実現するということを言って、ずっと2年どころか9年間同じことをやってきました。委員の皆さんには3ページ目にですね、実際この間CPI がどういうふうに推移した、消費者物価がどのように推移したかということが書かれてますけれども、3ヶ月ごとに日銀は物価の見通しを改定しますけれども、最初は威勢がいいことを言っていても、だんだん時が経つにつれてトーンダウンしてくる、その繰り返しで一番下の実績値見てください。2013年度 0.8 に始まりって、途中、2015年度、2016年度マイナスです。またここに来て2020年度も大きなマイナス、2021年度も足元はプラスになってますけれども、当初はマイナスでした。こういうことで良い物価上昇が全く実現できないまま、今悪い物価上昇の懸念が生じている、こういう状況なんですね。この状態をもたらした私は日銀の責任は重いと思ってますよ。どうしてこれほど良い物価上昇は起きないで、悪い物価上昇につながるようなことが起きてしまうのか、総理にお尋ねします。良い物価上昇、どうやって達成するのか、そして達成時期をいつにするのか、お答えください。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、先ほど申し上げたように、物価上昇が行われているにもかかわらず、企業が価格転嫁を行うことができず、結果として収益が圧迫され、賃金が引き上がらない、こうした悪循環は脱しなければならない、こういったことだと思います。そういったことから、
今回年末に策定した経済対策の中においても、まずは価格転嫁、これをしっかり行わなければいけないということで、価格転嫁のこの施策パッケージ、こうしたものを用意をして、公正取引委員会、中小企業庁、あるいは下請け G メンをはじめ、関係者が努力をすることによって、価格転嫁、これをしっかり行うよう、政策を進めていきたいと思っております。そしてその上で、賃上げをこの企業が積極的に行えるように、賃上げ税制ですとか、公的価格の引き上げですとか、政府が率先して呼び水となって、民間の賃上げの雰囲気を作っていこう、こういった政策を進めています。そしてそのご質問は、良い物価上昇、物価上昇をいつまでに実現するのかということですが、これはこの今申し上げたような問題意識を持って、そして具体的な政策を用意して、そしてしっかりと努力をしたいと思います。しかし、先ほど申し上げましたが、いい悪いの線引きも含めてですね、いつそれ、それを実現するかというのは、まずはできるだけ早く、こうした賃金が上がらない状況を脱するよう努力をするということを申し上げることしか今はできないんではないか、具体的にいつまでと申し上げることは控えるべきではないかと思っています。品武志君。繰り返しになりますが、日銀総裁2年でやるって言ってたんですよ。9年経ってもできてないんですよ。期限を区切らないで、同じことの繰り返しになりますよ。それでね、達成時期の話は今言ったような問題がある。達成手段について、価格転嫁のお話を今、総理されました。これも一部プラスになる面はあると思います。ただ、価格転嫁の話っていうのは、大企業の下請けの中小企業の皆さん、大企業に下請けで作ったものを売るときにですね、なかなか大企業が交渉力が強いので、高い値段で売れないから、そういう中小企業を助けるための価格転嫁をしましょうという話なんですね。今、私が申し上げているのは、中小企業がそういった大企業から売るんじゃなくて仕入れる、仕入れるときは高いんです、さっきの物価見たとおり。高いものを仕入れて、安いときには消費者に売る、ここの値段が上がってこないから細ってるわけです、利益が細ってる。それを改善するためには、今の価格転嫁のパッケージでは全く役に立たない、消費者物価の方を上げなくちゃいけないんですよ、わかりますか。ところが、この消費者物価を上げるっていうのは、われわれの生活実感からしても、これ、なかなか大変です。なかなか大変なんだけれども、やはりこれを、何とかしてやっていかないと、いつまでたっても良い物価上昇、消費が増えて、利益が上がって、賃金が増えて、それがまた消費者を生むという好循環にはならないわけです。で、中小企業が小売価格、消費者物価にちゃんと価格を上げられるようにする、そのために環境を整える必要が私はあると思います。何の環境を整えるか、良い物価上昇に転換するまで、つまり実質賃金が上がってくるまでの間はですね、消費税を一時的に減税する、今 10%、軽減税率でも 8%、そして来年からは、例のインボイス制度が始まります。1000万以下の中小企業、あるいはフリーランスの皆さん、このインボイス制度が始まるとですね、ますます厳しくなると言われてます。これでは良い物価上昇にはなかなかたどり着けない。私たちはこの良い物価上昇に転換するまでの一時的な間、消費税を減税しないと、これいつまでたっても良い物価上昇は実現できないと思いますが、総理の見解をお尋ねします。内閣総理大臣岸田文雄君。委員ご指摘のように、物価上昇を消費者価格に転嫁することが大事だということ、これはその通りだと思います。ただ、消費者物価に転嫁するためにための
環境を整備しなければいけない、まあ、こうしたこの、まあ、ご質問の趣旨に関して言うならば、これは何といっても、これ、この社会全体のこの賃金の引き上げ、まあ、所得が引き上げられることによって、事業者もこれは物を販売するなり、まあ、サービスを提供するなり、そうした経済活動をしなければいけないわけですから、この その消費者物価に転嫁するためには、その消費者この心理にしっかり適合したこの経済活動を行わなきゃいけない、消費者物価への転嫁を考えなければいけないわけですから、社会全体のこの所得や賃金が上がる、上がった環境がまず実現しないと、思い切った転嫁ができない、これがまず第一ではないかと思います。そしてそこにたどり着くまでの、このさまざまなこの施策が必要だということで、この賃金の引き上げのために、先ほど、消費者物価への直接の転嫁には影響しないんではないかという、おっしゃいました価格転嫁をはじめとするさまざまな施策、これは全体の賃金引き上げのために重要な施策の一つであると思っています。そしてその委員の方は、その消費者物価引き上げへの一つの環境として、消費税の引き上げというこの政策を提案されたということでありますが、消費税の引き上げについて提案されたということですが、この引き下げについて提案されたということですが、この消費税については、このさまざまな政策を考える際に、われわれは消費税というものは、この我が国の社会保障を支える重要な財源として、安定財源として、これは重視しているからして、その引き下げというのは政策の手段としては取らないということを申し上げています。ぜひ、あらゆるその政策を動員して、賃金を引き上げる、所得を引き上げる、こういった社会の雰囲気を作ることを念頭に努力をしていかなければならないと思っています。品武志君。私もこの消費税が社会保障を支える上で重要だということは認識しています。リフレ派の人から私なんか財政規律派だと言って、散々叩かれたりもしてるんですよ。その私が消費税の引き下げを言うっていうのは、私も相当の覚悟を持ってここに臨んでるんです。ただ、今のままだとですね、悪い物価上昇になって、賃金は上がらないけれども、物価だけがだらだら上がっていくと、これは何としても下げなくちゃいけない、その良い物価上昇が実現するまでの間、この過渡的な間は、消費税を引き下げてもいいんではないかというふうに私も思い至りました。これ、ぜひ考えていただきたい。そしてもう一つですね、年金生活者の問題、次のスライドお願いします。これ、非常に今の年金制度っていうのは複雑になってまして、今度の4月から 0.4% 年金引き下がります。これ、なぜそうなるかというとですね、物価が去年1年間でいうと、直近では上がってますけど、1年間で見ると 0.2% マイナスなんです。で、普通、年金生活の人は、ほかに収入がないわけですから、物価が上がったら、上がった分だけ年金を増やしてもらう、逆に下がったら、下がった分ぐらいは、年金下がっても、今までと同じ生活は維持できるかなということで、物価スライドというのが原則なわけですね。ただ、今の制度では、物価以上に賃金が下がった場合は、賃金に合わせてもっと下げましょうという仕組みになってて、この図でいうと、4、今回、4が適用されているわけです。となると、どうなるか、物価以上にこの賃金に合わせて年金が下がるから、生活が苦しくなる、さらに加えてですね、今回はどっちもマイナスなので、ここの賃金以上に年金を下げるということはないんですけれども、本来であれば、高齢化に向けてですね、だんだん保険料を納める現役世代が少なくなるということで、それに見合った引き下げというのも
しなくちゃいけない。これマクロスライドっていうんですけど、このマクロスライドはさすがにこの賃金物価が下がっているような状況でマクロスライドをやるのは忍びないということでですね、こういう時は発動されないんですね。いつ発動されるかというと、将来賃金が物価が上がってきた時に発動されるということで、今は本来発動されるべきマクロスライドをキャリーオーバー、宝くじみたいですけど、キャリーオーバーということで溜め込んでるんですよ。ってことはどうなるか、将来賃金や物価が上がってきた場合、賃金が上がってきたとしましょう、丸1とか丸2とか丸6のケースですね、こうした場合においても、やっぱりですね、物価に見合ったほどは年金は上がらない、こういうことになってくるわけです。つまり常にですね、年金は物価に負けてしまう、物価の上昇に年金は負けてしまう。ということは、年金生活者は長生きすればするほど生活が苦しくなるんです。100年安心年金と言いますけれども、安心なのは年金財政だけで、普通の年金生活者にとっては、100年生きたら不安だらけですよ。だから、こうした状況を解決するために、私はいろいろ仲間と知恵を絞りました。やっぱりだんだん高齢者といっても、今は昔と違ってですね、75歳ぐらいまでは、まあ、なんとか年金だけじゃなくて、副収入というか、生きがい就労と呼んでますけれども、まあ、無理のない範囲で働いて、収入を増やすことはできるだろう。ただ、75歳過ぎたら年金が頼りなんですよ。そうしたところで、年金がこのような目減りしないような仕組みを作っていく、最低保障年金を作る、そして最低保障年金で財源が追加で必要になった分は、なくなったときに余った金融資産を国に返して、次の世代の年金財源に与える、そして年金財源をリサイクルしていく、こんなふうな仕組みを取ることによってですね、本来の意味での100年安心年金にすべきではないか、こういうことを考えております。今の年金制度、このままではどんどん年金生活者は物価が上がってもそれ以下しか年金は増えない、つまり物価に対して負けてしまう、こういう年金は改めなくちゃいけないと思いますが、私の今申し上げたような提案も含めてですね、総理の見解をお答えください。まず年金担当で厚生労働大臣後藤茂之君。今品委員から大変に年金の短くお願いします。わかりました、じゃあ短く、それでは来年度の年金改定額がマイナスになるというのは、これは物価賃金のマイナスの影響でございます。で、公的年金制度は将来世代の負担が過重なものとなることを避けつつ、長期的に給付と負担のバランスを確保していくということで、今ご指摘のあった賃金物価スライド、そして今回は発動になっていませんが、いわゆる、構造的なスライドのをやるということで準備ができております。今石田委員がおっしゃったように、この公的年金制度の所得分配機能、どのように世代間の公平バランスを考えて公平今後考えていくかということは、非常に重大な年金制度の課題だというふうに問題意識を共有をいたしております。総理一言。内閣総理大臣岸田文雄君。はい、まず、委員がご指摘になりました、賃金物価スライド、それからマクロ経済スライド、この仕組みにつきましては、やはり将来世代の負担が過重にならないようにしながら、長期的な給付と負担のバランスを確保する、あるいはこの現在の受給世代と将来の受給世代のバランスを図る、こういった観点から、こういった制度自体は重要な制度であると認識をしています。そして委員のこの問題意識として、この年金制度、この持続可能なものにするにはどうしたらいいのか、
こうした問題意識については、基本的に私は、この制度を支える支え手をいかに増やしていくのか、こういった観点で努力をしていく、そして能力に応じて、みんなで支えるこの社会保障制度、こういったものを作ることによって、持続可能性を維持していく、こうした考え方に基づいて、これからも全世代型社会保障会議において、しっかり議論をしていただき、この持続可能性について追求してもらう、こういった考え方で議論を進めていきたいと考えております。品武志君。現役世代の負担をなるべく増やさないような形で、かつ老後の安心も確保していく、そのための知恵をですね、私たちも出してますので、ぜひこの点については、積極的な議論をお願いしたいと思います。さて、それでは物価の話はここまでにしまして、冒頭取り上げました行政、あるいは司法の質の低下について取り上げたいと思います。今回のですね、不正統計の報告書、これ、私が提案して、第三者委員会を立ち上げたおかげで、かなり今までの政府の報告書と違ってですね、事実関係がこう役所に不利なこともですね、いろいろ出ていると思います。特に私が注目したのは、先ほど、途中で改善されたと言いますけれども、この改善のタイミングがもう1年ぐらい遅いわけです。というのは、令和1年というか、当時はまだ平成の終わりでしたけど、平成31年の1月、この頃ですね、厚労省の不正統計を受けて、一斉点検を行われた、そこで国交省の方でも点検した結果、担当者はこれおかしいよねということで、誤りを発見したんですね。ところが上司に報告したら、上司はこれを却下した、それで隠蔽されてしまった。こういうことがあるわけですよ。これ、平成31年、2019年ですか、前年には赤木さんが近畿財務局で、自分は反対してにもかかわらず、公文書改ざんを命じられて、そのことがストレスになって、自殺に追い込まれている、こういうことがもう、役所で行われていたにもかかわらず、また今回、こういうことが起きている、だから、この隠蔽体質というものがですね、本当にもう役所にもう根ざしてるんじゃないか、作ってるんじゃないか、そういうふうに思うわけです。で、今日は時間がないので、本当はいろいろな問題取り上げたいんですけれども、赤木さんの問題に絞ってお尋ねします。まずですね、今日皆さんのお手元の資料にあるんですが、認諾の時に、国が出した書面、これ、皆さんのお手元5ページ目なんですけれども、要するになぜ、請求を認諾したかという理由が書いてますが、黄色で線を引かせていただいておりますが、原告の夫が強く反発した財務省理財局からの決裁文書の改ざん指示への対応を含め、精神疾患を発症して自殺に至ったということは真ん中あたりに書いてるんですね。やはりこの理財局長の指示というのが非常に大きかったということなわけです。で、それを国も認めて、もう真相解明もうやむやにしたまま、請求を認諾するに至ってます。ただ、やはりこれだけ理財局長の責任を認めるんであれば、国は当然、理財局長、佐川さんに対して、求償権を行使すべきです。国賠法に基づいて求償権を行使すべきですよ。この間、代表質問などで、総理が求償権の行使はできないと言ってますけれども、その理由を改めてお尋ねします。財務大臣、鈴木俊一君。森友学園事案につきましては、財務省として、文書改ざん等の問題について説明責任を果たすために、徹底した調査を進めました。文書改ざん等の主たる目的については、調査報告書において、平成29年2月以降の国会審議において、森友学園の案件が大きく取り上げる中で、
さらなる質問につながる材料を極力少なくすることであったと認定していることでありまして、こうした文書改ざんはあってはならないことであり、誠に遺憾であると思っております。その上で国家賠償法におきまして、国が支払った賠償金につきましては、職員に故意または重大な過失があったときは職員個人に求償することができると規定されていると承知をいたしております。今回の賠償金につきましては、赤木さんが大変厳しい状況にこの追い込まれてしまったとき、当時業務負担の軽減等さまざま対応がなされていたこともありまして、国が個々の職員に対して求償権を有するものとは考えておりません。品武志君。おかしいですよね。故意はあったんじゃないですか。決算文書の改ざん指示というふうに国の書面に書いてますよ。故意はあったと。で、これ、確か1億1000万ぐらいの請求の認諾だったと思いますが、1億1000万すべてこの指示者である佐川さんの責任だかどうかは、これは議論があると思いますけれども、少なくともですね、ゼロということはないでしょう。本当に私はもう1億1000万の8割方は佐川さんの責任だと思いますよ。これ100ゼロの話じゃなくて、一部でもいいから求償してくださいよ。総理の答弁です。求償してください。総理。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、求償に関する法律的なこの解釈については、今、財務大臣から申し上げたとおりであります。そうした法律的な解釈に基づいて、どうあるべきなのかを考えなければいけない、財務省の判断としては、今回は難しいという判断だと、報告を受けております。品武志君。全く説得力がない説明でした。それとともにですね、今回、裁判が終わらせられることによって、真相解明がうやむやになってしまう。そこで思い起こすとですね、このキーマンである佐川氏、証人喚問を衆議院と参議院で行いました。それぞれ30回近くですね、答弁拒否がありました。何の理由で答弁拒否したか、刑事訴追の恐れがあるからということで答弁拒否したんですよ。今も刑事手続きは終わりましたよね。刑事訴追の恐れはなくなりました。今こそ証人喚問をきちんと行って、我々国会の前で、国民の前で、きっちりとした説明責任を果たすべきだと思います。この点について総理の見解をお願いします。内閣総理大臣、岸田文雄君。証人喚問、国会でやるべきではないか、まあ、こういったご質問ですが、この国会においてどういった対応されるかということについては、国会、与野党において、ご議論される問題ではないかと認識をしております。委員長、品武志君。最後のパネル、お願いします。私はですね、今、隠蔽が引きも切らない、その大きな理由は、もう国家公務員の皆さんが何のために仕事をするのか。この目的を失っているからだと思います。権力者のために仕事をする、これは間違ってます。この国家公務員倫理カード、最初のところに、国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正に職務を執行していますかというふうに書かれてますが、今こそそれがですね、国家公務員徹底されなくてはいけない、総理はそれを徹底する責任があると思いますよ。で、この国家公務員倫理カード、ボロボロになってます。これは亡くなった赤木さんが勤務中、肌身離さず持ってたものなんですよ。こういう方がなぜ命を落とさなくてはいけなかったのか、これはしっかり行政の責任としてですね、真相解明をしなくちゃいけない。真相解明をするべく、これ、佐川さんの証人喚問だけじゃないですよ。国交省と同じような第三者委員会による再調査も必要だと思います。これをきっちりやる、
総理大臣として、また与党の総裁として、このことを約束していただけませんか。お願いします、総理。総理。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、まず赤木さんがお亡くなりになったことについては、改めてお悔やみを申し上げ、ご遺族の皆様方にお悔やみを申し上げる次第ですが、今回の件につきましては、これまでも財務省において、自らの非を認めた報告書が出され、会計検査院においても2度調査が行われ、そして第三者であります、この検察においても捜査が行われ、さまざまなこの点が指摘をされ、そして明らかになってきた、こうしたことであったと思います。その上で、必要であるならば、政治の立場から説明を加えるということ、これは避けてはならないと思っています。そうした形で引き続き、この事案に対するこの説明はしっかり行っていきたいと考えております。品武志君。はい、最後に委員長にお願いです。総理も説明をしっかり果たしていくことが重要だとおっしゃられましたので、佐川氏の証人喚問、ぜひこの委員会でお願いしたいと思います。理事会で協議します。委員長、それでは質問を終わります。ありがとうございました。この際、木地隆君から関連質疑の申し出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。木地隆君。